はい、おはようございます。12月29日日曜日、大山ニュートにて開催、スーパーストリートファイター 2X 4-on-4 大会フォックスの今日は、今から当日予選6チーム、当日枠は6チームありますね。当日6チームにてダブルイリミネーションのトーナメント戦で2枠ルーザー、ウィナーズ抜け1チーム、ルーザーズ抜け1チームの合計2チームが、決勝、まあ、本戦ですね。本戦抜けれるということで、の全部で6チーム、24人も増えてくれました。ということで、事前エントリーしていたのが、9、24チーム、96人だったので、そこに24人追加されると、120人、多いですね。120人も。120人の、まあ、99% 男です。が、大山ニュートン、所狭しと集ってます。ので、今日も皆さん、ちょっと長い時間になるかと思いますけど、お付き合いよろしくお願いいたします。じゃあ早速ですが、ゼロ回戦の第1試合、カラカイ上手、紫、読み合い堂、ポニー、白いないけど、対玉梨、アベビン、ヒロヤン、と、おちゃる丸、と、ごめん、もう一人誰だっけ？クロッチか、の、大試合始めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃあじゃんけんで 1P2P 並びに先方プレイヤーを伝えてください。アベビン対読み合い堂でじゃんけんが、からかい上手が 2P 側、玉なしがワンピー側ですね。先方は申告をお願いいたします。高木上手はあれなのか、高木さんなのか、それともっと高木さんなのか、どっちなんだよ。本家西方ね、西方。はい、では当日予選のマイクは私2回転とマッツンさんでやっていきますか。はいはい、よろしくお願いします。はいはい、それでは先方座っておりますね、始めていきましょう。はい、ということで、とりあえずね、からかい上手の方がね、今ね、ハク君がまだ来てないということで、形を3人チーム、かなり家が近いはずなのに、多分ね、事前エントリー下着でいるんじゃないのかね。下着でいる、うん。さあ先方はポニー、ポニーズダイエフとクロッチですね、これね。クロニクという名前最近変えたクロッチ、これはすごい古くからの知り合いなのでは。もうな、20年ぐらい前からやっ、そんなんじゃ済まないんじゃないの。もっとか、それ X より前ですもんね。おっと、さあ幻惑していく先方ポニーは豪華すぎませんか。さあクロニクがリード、あクロッチですね今日は、シュースさん。おー、キャッチキョーパンで相打ちを取ったが、ダメージ、体力も負けていた。相手チームがね、ブランカ、ホンダ、ホーク、と、うん、なんだっけ、あ、バルログか。バルログ。なんでね、ザンギー、まあ、いてもしょうがねえ的な感じでしょ。ですね。さあ、リュウザンギー、ベガーでいけるのかってとこですね、あとは。さあ、今ね、ザンギーが、昭和縛らいの後に、走り、フラパワー。はいはい。あれはもう、バックステ読みで、バックス読み、あ、そうですね、走っていたんですが、クロッチは足払いで暴れる。足払い、はい。最後は大足埋めてからのスクリューと中足じゃなかったかね、今食らってたからか。あ、今走りたかったね。さあチョップ、そう、あれね、チョップ対空、多分ね、現存してる詐欺なんかなんだかんだで一番田村が上手いんじゃないかなと思ってる。あー、前に歩いてチョップをちゃんと使えるやつ。さあ暗いスクリューで、さあ大幅リード。落った場合はこのようにスクリューが確定するとおぉ、あー変なの食らって、あーっコンボミス。さあ、あ、ダブラリー、この読み合いは熱いが、グランドセーブ、リバーサル出していく。クロッチが危ないところ拾った。いや今惜しかったですね。惜しかったですが、これは本来用に竜を残したいので、多分ベガが行くしかないんじゃないかな。ですよね、紫が今座ろうとしてますね。キャミーがいれば、キャミーがいれば仕事は簡単だったのに。確かに、これ当日予選の朝、
回戦からこんな熱い試合をやったっていいのでしょうか。この試合で紫ベガが勝たないと相当厳しくなります。そうですね、まあ言うても一応ダブルイリミなんでね、まあ一回保険はあると、できれば勝って抜けたいですね。そうですね、勝って抜けると先に選べますからね。当日予選枠で比較的楽なブロックとデスブロックどっちかに入るということになりますので、どうなるのか。さあさあ最後これ削って、今のいいですね。最後今の最後は普通にやるんじゃなくて、あの、はい、後ろため前後ろ小最高でためないと今ダブルにたまらないです。ダブル2がギリギリたまらない。なるほど。さあ削りだけで組み立てていく紫ベガ、安全安全。おっと最後で抜けるが、これはベガ側が有利な。さあさすがにこのラウンドは、そうですね、時間を振りに使っていく紫ベガー、どういうプレイヤーかちょっと教えてもらえますか。変態です。変態、ここプレイヤーってベガと使いとしての説明、人としての説明あ、どっちでもいいですよ、まあ、両方ベガ使いとしてはですね、なんだろう、最近関東で流行り気味の、はい、そのなんだ、なんか食らってダブルにぶっこんですよ、逆2択とか、はいはいはい、そういうの、強引さはないです。はい、綺麗なタイプ。往年のそう平のように、そう対応対応ですね。その最近の関東のベガがむしろなんかやりすぎ感があるので確かに、まあ、あれはユーベガさんのせいですね。変異のせいですね。変異のせいですか、うん、あーっとこれはおっとっと、なんだ今のローリングスパイク、変態ハテナとかついていく海外勢困ってるじゃん変態ハテナですよ。オタクあ、オタクなんですね。わりかし、しかも割とキモい寄りのオタクです。あ、そうなんですか。え、あれ今日コミケは行かなくて大丈夫だったんですかね。本人多分行きたかったんじゃないでしょうかね。そっか、毎回かぶっちゃってますからね。去年は確かあのポニムラさんと一緒に行ってるはずですからね。あ、そうなんですか。うん、ポニーさんとデートでコミケを選ぶかなり来てますねデートなの。さあ逃げて、じゃあ体力はラウンド1同様、オタクって拾われてる拾われてんじゃないですか。おい、今のはいい、いいっすね。さあ時間の使い方、これはすごい。今の確定っぽく見えたけど、あとからだぞ、危ねえ、逃してしまった。いや今噛みたかったね。噛んだら分かりませんでしたね。さあ、アベビンが座る。まあ、そりゃそうだろうな。おちゃる丸さんはバルログじゃないか。バルログか。バルログですね。フォークでしょ。S フォークじゃない。さあ、この組み合わせ、アベビン今、開幕踏み込んでないキックすげえ熱いな。熱いっすね。アベビン対紫。関東が誇るよくわからん系ホンダの横綱。よくわからんの誇っちゃやばくねえか。いやそれでもね、結果を残しておりますんで、この人に知識はマジであります。反応もかなり早い。ベースが何やってくるかわからない不思議系ホンダ、しかし強い。さあこのさあきついきつい、ベガに関ベガ戦関数を全くノーミスですね今のところ。時間を使おうという紫に対してもよく今やばい、あビオルサイコが出てきた。しかも食らってビオル、今メアの後まっすぐ前へ飛んで、あれなの、多分左右入れ替わったね一瞬ね。端っこでバックジャンプしてるってことですからね。おっと張り手で、さすがにこのラウンドはもう大島で許した。シューキックをしたかったね今ね。さあ投げて、おっとどうだ。さあエッドプレスかな。冷静、ああこれは2対2を許さない。のっかり今
紫もいい反応で落としに行ったんですけどね、早出ししてましたね。ちょっと体力が足りなかっただけですね。ファーストアタックはやっちゃった。大一を確定からの奪還でビオレ。大一を欲張っていく張り手が、あ、出なかったけど勝ったのは阿部ミン。残るは読み合いの一人なのか、ハクは間に合うのか。ハク君は連絡取れる人いないですかね。これはハク君はあれだね、ハク君大先輩ありますよ。大先輩だって残ってんのってなんだ、あのヒロヤンとおちゃる丸、まあ、バルログは正直キャミーはあの席立っていいと思うんで、はい、あれですけど、ほう、あとなし寝てんのか。フォーク相手は全然いけるはずなので、そうですね、これでハク君がからかわれ上手になってしまうのか。だいぶからかい上手ならぬからかわれまくりの西方さんになってしまうのか。冷静、いいやつ、今のはいいですね。読み合いの君はもうほんと強くなりましたね。関西のお前今のダイゴスなんで竜使ってて、本田戦でそのダイゴス漏れはねえだろ。緊急削って、おい、うわ、阿部ビンならあるぞ。阿部ビンはあるぞ、本当に怖い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 、ズスキズスキ波動は食らない、不思議。これはあと一発、あー、ここファイヤーハードをしっかり台風で置いてある。ちょっと危なかったですね、まあ、2回頭突きを出されても、お、今のいいですね。開幕もう竜の割とかなり安定行動、使えるしゃがみ中盤、歩き下がりしゃがみ中盤ですよ。上がり、歩き下がり、 その場しゃがみ中盤はダメなんです。あ、そうなんですね。それは張り手に対してってことですか。あの、じゃあ踏み込みの払い蹴りに負けちゃう。あー、なるほど。なので、それ、さちょい下がり。そのヨガフレ入力の途中でしゃがみ中パンチやることによって、おバカーバカをやる、今もったいなかったな。これでリーチか。今、勝ってましたよ、読み合い堂さん。あ、ヨミちゃん硬くなっちゃった、硬くなっちゃったんですよ、これは。波動拳でも、ようやっと一発目の波動拳、上を見ようとしているところで、やばいよ、うわ、上を見てる時は飛ばないのに、この飛びのセンス、阿部ビンが倒して、なんとポニー紫読み合い堂はルーザーズに回ります。いやー、いきなり来てますね、これは。ちょっとさっきのあの話の時はね、歩き下がりしゃがみ中パンチによって、はい、あのレバー後ろに入ってるから、開幕100列来てたら強制ガードになって、その場でしゃがみ中パンチが出るから、から100列を止めれると。で、歩いて払い蹴りだった場合、歩いてるからこう竜も下がれる、こういう判定ないから。で、払い蹴りの前の外になってしゃがみ中パンチをポクッと押せると、あ、ということで両対応ですね。相当安全なんですね。次デレロ王国と 3DS、じゃんけんで 1P、2P を決めてください。3DS、どこにいる？じゃんけんして。さあ、なんかバーサス身内勢っぽい対決ですね、これは。じゃあ、私たち 2P でいきます。はい。国が 2P が。国スーピー、国に対してゲーム機ですからね。え、誰がいるのかちょっと僕見えないんですけど、デレロー国と 3DS 両方とも、デレロー国が松木をデレロー MOR 永田正月で、 3DS がリュウ・サガット・ガイル・フェイロン、 S フェイロン永田さんが S フェイロンですね、うん、で見習いが見習い義王を短波ためすぎと、ほぼ山本、 S バイソン、 S ケン、 S ばっかだな。あ、それで 3DS なのか。 S キャラが3体いるから、 S キャラが3体いて、4、あ、3体か。うねくんのとこ、うねくんのとこ、
はい、じゃあ試合準備できてるかな。こことじゃんけんしといて。次試合デレロチームが 2P？ そう、国が 2P です。国が 2P。 はい、それではこうどうぞ始めていいですよ。S 流に対し松木をエクサガット。お、ここんとこ ね、 お、ここんとこはですね、急増してる、はい、エクサガット中では彼のエクサガットが一番いいんじゃないかなと思います。サガットっぽい。そうですね、のタイガーに暴れするサガットは僕が全く持って意味ないと思ってる。意味ない。それはだって相手のミスなだけなので、そして反応できないといいなっていうお願いですからね。とは言っても、まあ、本当にキャラが弱いと思うんで、僕はいろいろやるべきだとは思いますが、松木雄さんはすっごい我慢強いのと、あとなんだろうな、波動拳の連打あたりとか、波動とタイガーショットの打ち合いの時とかに、はい、お手製のジェノサイドとかを狙ったりとか、ちゃんといい間合いをちゃんと用意したりとか、球の打ち合いも打ち方も結構丁寧で、これですね、非常に早速手作りジェノサイドが出ました。ですが見習いがガンガン飛んでくる。今の前あれですね、あれです、いいですね、今のいいです、かっこいい。さあ、そこら辺はね、あ、投げて、やばいやばい、おっと飛びが通って203段、コンボ選択完璧でしたね。今のは中足アパカがあそこだと繋がらないので、タッチオパン S リオン狙うんすね。そう、こういうところがですね、なんだ、富士山とか、はい、コテクにはない部分かなというので、ちょっと同じ時期に始めてるエクサガト同士なんで見習ってほしいかなと。そうですね、小田君もすごい強くなったんですけど、ちょっとね、考え方が硬いかなというか。わかる、本当に思う。うまい、ちゃんと狙う。ちゃんとしてますね、これは。見習いが今止まらなくてよかったんじゃないか。あるよ。見習いが、ガチャガチャすれば、全然ありえます、これ。おぉ、危ねえ、危ねえ、死んでもおかしくなかった。なんとか拾いましたね、今ね。かなり根性がありますね、キャラの根性がありました。直前の変な飛び食らってから間ね、その飛びが怖くなっちゃって最後ちょっと打てなくなった部分があれですね、若さを感じましたね。、うん、あそこでもまだ、いやまだ打つかお前ぐらいの、そのぐらいのズーズーしさが欲しかったです。まあでも勝ちは勝ちですからね。そうですね、見習いエース君も飛びも良かったんですけどね。さあ、ここでほぼ山本 DJ、 今日は、枠がなかったので DJ で出陣。普段はチュンリ使いです。おっと、さあ投げる、優しいか。橋だと弱足中アパカで、ダウンを取って先取りが狙えます。画面真ん中だとタッチダッキック強アパカの後に、弱タイガーにマイジャンプで、今よくアッパーカット打ったな。先取り確定なんですよね。あと、これはスカルト割り込んで、そう、ああいう部分結構ね、最近のこいつは変だけど結構なんかちゃんとしてるよなと思って、そう、見どころがあるサガットだなと思ってます。ああいうとこって最後のスパコンの対応ですか。まあそれもそうだし、さっきの見習い君性もそうだけど、割と急な感じの足払波動じゃなくて、波動に対してしっかりジェノサイド割り込んだりとか、ちゃんと画面見てるなっていうのが。そうですね、さ、この場合、そう、 DJ の空がギリギリつかる場合は一応サガットと戦える場合、あ、若松さんから灰皿が支給されました。僕も、あれ、あれ、ほら、灰皿、こっち違う灰皿じゃなかったか。さあ、ジェノサイドは届かないが、ミスってくれて、なんだこの技、ほぼ山本、技が分かっていない。あ、サブキャラがゆえの。ですが、結構体力取られてますね、これ。あー、しかし、時間がない。これはタイガーシット打ってくれないでしょう。エアスラーが出ないの。エアスラーが、エアスラーの代わりに、なんか連打技を出しますね。松木雄が似たって。いや、松木雄さんはね、本当ね、もうなんだろう、東海戦とかも中盤ぐらいに出てもいいんじゃないかな、ポテンシャルは僕持ってると思ってますよ。かなりの武力化という点が目としても相当評価が高いプレイヤーですね。さあ、ワンピーが出てくるのは3番手、
短波ためすぎ、さあさあ、な名前の通りためてくれんのか。短波ためすぎさんもあのガイルからキャラ替えをして S バイソンになってからもう3年ぐらい経ってんじゃないかな。ですがあれさ、翔平とやるんだけどさ、昭和みたいな感じでさ、相打ちレアでいいんじゃないの。あ、それはね、のあのゲナイショットに負けんぞ、ベタウト。あ、いって、いって上から行く上から行くかね。わぁ、勇気ある少年でしたがでも一応サガット下げてみていきますからね。さあ、らしいな、今のもこのスイッチプライムでサブスク済み。サブスクって何？スクミズみたいなもん。スクミズ絶対違うね。スクミズでいいんですかね。いってさあ、ニョキッとだー、溜めていた名前の通り。さあ、技が強い。ダッシュストレートしゃがんでる時にも当たるダッシュストレート。しかも転ぶってやばいよね。いって本当にやばい。さあ上から、あー出ない。アッパカが多分間に合いましたね今。さあ、ああいうふうにとこでなんだろうな、あのアッパカやっぱ出すべき時にはしっかり出さないと相手も調子に乗るので、うん、確定で落とせるもやっぱ落としたいですよね。調子乗ってますね完全に。さあ、タンパ食べすぎ、まっすぐ行ってぶっ飛ばす、右ストレートでぶっ飛ばす、まっすぐ行くのか。おー届く、今届くですね。ここは飛んじゃうが、いやよく届きましたね、うん、まあ、ショーキックとか出してたらワンチャンかっ潰しそうだったけど、高めで食らったかもしれないですね、うん、でも相打なんじゃないですか。ウェーンズ北斗の剣、ソーリーアイドンの大将の技王 S 剣ですね。今アッパーカット潰したぞ。余裕で潰れますよ。当たり前じゃないですか、 S 剣ですよ。まあ確かに、まあ、このキャラ使って勝てないのおかしいからさあ、いきなり辛口が出てまいりました。さあ、波動波動、北斗の剣は今日じゃないよ。今日やってっかもしれないけど、あれビッグワンかな。それだったらウェアじゃない。ウェンツでからいつって聞いてる。ウェンでしょ。ウェンだからいつって聞いてる、うん、とりあえず今日はやってないよ。今日じゃないです。さあ、ギオーが進んでいくが松木雄の壁が高い。うわーっと2位投げで画面足持ってく。そしてどうせ勝利出ないだろうという S 剣対しても上から行くのすごいな。あ、でもあの画面端絡むと勝利出なくなるんで。いや、それはじゃ左側だけじゃない、右側は絶対出るでしょ。いや、2P 側だと自分の壁からじゃないですか。さあ、ゼノサイドまで決めて、あとはさあ、やりたい放題、やりたい放題、やりたい放題でしたね。松木雄がなんと4盾、 X サガットの4盾かっこいい。デレロー国が勝ち抜け。さあ、次の試合、男の会と、玉なしですね。じゃんけんは済んでいるはずなので。男の会全員そっち側の人なのかな。まだ若いのに。シュウさんだけ違う。シュウさんだけ違う。まだ若いのにな。さあ、青汁さんが今あれですね、遊びに来てくれましたね。青汁さん、おお、あー、よかった。クロッチさん、クロッチさん、試合ですよ。クロッチ、クロニク、試合です。はい、バンバン落としてもう上だけ決めちゃって下行きましょう。そうですね、上、はい、 OK。 1P、 2P はどっちがどっちのチーム。男が 1P。 さあ、いきなり嘘をついてくる。運営に嘘をつくのはやめてください。男 1P です。先方はセロファンの
X 残儀 VS 玉無しのお茶る丸じゃないか、お茶る丸バルログ。先ほど出番がなかった。うまい、とっさに大キックをせんのは偉いね。これあれお茶る丸だけずいぶん戦い方変わったね。そうですね、昔は表しかやってなかったんですけど、うん、これ歩いて中キックと強キックのボタン、あ、死んだか。おっと、おい、した前投げ、前投げってすごくないですか。後ろなら分かるけど当たらない、さすがに次は。おっと、アウト、ミスった。難しいんですよね、バルログ画面発足に。おっ、フーイズオンマイク、2回転、2回転、あの待つ2回転と待つんです。うわ、上りボディ、ボディかっこいい。さっきあのスローテープさんが俺が教えたんですよって自慢しに来ましたね。嘘ですよアントビを失敗するの教えた。まあセロファンという名前の通りセロテープファンだからこの名前になっております。今日はセロファンですよね、名前は。おっと、ダイヤシうまいぞ。さあ、お茶の丸困っている。これはダイヤシ連打で勝負あり、はい。マッツン&サムワンって誰かとか二回転です。2回転、2回転。はい、突進。クロッチが出てきますね。これワンピが男の会のメンバー結構やばいっすね。全然勝ち抜けてもおかしくないメンツ。メンバーがセロファン、ザンギ、歌舞伎くん、バイソン、ウネガイル、シュウケン。ここも強いですよ。としゃがみくらいしてくれたから、とっさに逃げてしまいましたね。 DJ か、失礼、シュウさん DJ だった。さあ、クロッチが冷たくいく。あ、シュウ君剣じゃないのか、 DJ らしいっす。もうあの DJ も強いですね。中足ローリングでこうなるときつい。ザンギができることといえば、なんか技を出してくれたところにダブラリをぶち込むぐらいしかなくなりますね。まあ、ザンギできることは金でレバー前に横ですな。はいもう開幕全身 100% のキャラですからね。今のうまいね、もうバック、バック制も1点読みで遅めでしたね。さっきポニーさん似たような選手で走ってましたけど、走ってましたね、確かに。セロファーは飛んだ。でも対空でバック制されると本当に基本的に何もないはずなので。おっと、のっかりのっかり、スクリュー決まって、まだ残る、バニミスって、まあでもミスって正解、今バック制で逃げられてたからね。いや、持続完璧にやったら逃げられないんじゃないですか。逃げられないかな。今でもビタで重ね落としてたっぽかったから、あー、早めだと無理ですね、多分。二回転ボクサーってなってる。ボクサーです、はい。バーサスオペレーターって書いてある。はいその通りです、イエス。さあ、ブッシュバスター、あの耐久を使われると残夜かなりめげます。これ勝てる技ないじゃんってなりますからね。おっと、いい飛び落としたが、スクリュー回せず、次のチャンスは来るのか。クロッチ画面端まで追いやられる。スクリューに対してローリング。さあ、しっかり勝ったのはクロッチ。さあ、となると行くのは、あ、先にバイソンを出しましたね。バイソンヒロヤン対策で DJ を取ってきた、ね、あー、J を取ってきたよね。さあ、バイソンというキャラ、こういう組み合わせは相打ちで超痛いんだけど火力で勝っちゃうんですよ。これね、攻略特にできてない方が強い説がありますね。さあ、ごちゃ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 した時はもちろんバイソンの方が強いです。いや、ぶっこんでったな今。あー、タッチ強パン、あれもね、なあ、第三次、あ、返したよ。よく今投げ返し選んだな。もうぐちゃぐちゃになるんだったらぐちゃ返してやろうという暴れでしたね。おっと、ローリング、ローリング、しかし確定。おっと、掴まれて画面端、コバングランド、この連携が続く。そしてクレイジーが重なっている。クレイジーの重ね方次第では一応スライディングで割り込めてしまうので、ちゃんと重ねないとダメですね。
ああ C ブロック with イノマヒロ &KKY。 そうですね、やばいチームですね。さあ、ツピが出てくるのはアベビンホンダ。先ほど読み合い堂と紫のでしたっけ。え、あ、読み合い堂だけか、うん、読み合い堂を倒している。さあ今ドスコイ見えたけど、しゃがみ芝居に止まった。あ、じゃあ紫も倒してるのか。そうだ、うおーい、アベビンは本当に頭突きをガンガン打ちますので、それに対応しようとすると今度歩きがね見えなくなるんですよね。さあ岡部くんが今度画面端に追いやる。下がってグランドストレート、若干の隙に詰めていく。これで画面端まで結構下がるスペースがあるので、相当バイシンとしても安泰ですね。さあ掴んで強引。さあアルファアイソンのアイスね、恐ろしいところですね。一回見逃してしまうと次も通ったりしますね。ホンダ側はどうせ当て投げとか来ねえだろうって思ってますからね。今日はツイッチだけで配信ですが、今日もツイッチだけで配信です。はい、ニュートンの大会はツイッチですね。そうですね。うぅ、いったー。さあカブキ君がノリノリだぞ。これはやれるときにやるんだと。さあホンダが原子溜まるとめんどくさいぞ。ホンダバイソンと頭違いましたね。これドスコイ見てから、じゃなかった、オア見てから鬼無双がある可能性があるので、ちょっと警戒したいが、うわやっちゃった。おっと、およく大一を入れた。さあ体力一気に逆転。削りでしょうがなく削られたのに逆転している。うおー、頭突き頭突き。あれは遠距離から打つことで2回目の球が間に合います。いやー、今カブ君勝ち逃したね。もったいなかった。うん、ミスりましたね。ここはウネが行くしかないでしょう。ですね、殺さなくていいっていうのもね、勝ちですからね。そうですね、今殺しに行ってしまったので行かなくていい、うん、場面。最後の最後でもう大会だとね、行きたくなるのが分かるんですけど、タッチジャブの方が良かったってことですよね。さあ、ウネガイルです。今日はガイルで、うまい。ウネガイルの対空のね、もうなんか7色じゃ効かないんですよ。いろんなことをやってくる。お、よう見ました、ストレート。男ガイル、今日ウネガイルだった気がする。さあ死んだ。お、許された。あ、あれね、ダメ足のガイル100巻も下げといけないですね。水の重ねしかなくなるはず。おー、サガミジャブ。さあ、対空ミスったが、あっちもミスっている。そうですね、お互いミスって、うわー、一回の圧力を。さあ、チョップ。よく見てらっしゃる。アベビンね、割とチョップの反応はね、すごいいいですね、うん、必ずちゃんと押そうとするので。まあ、大体勝ちますからね、あの技は。相当判定強いですよ。さあ、ソニックミスって、さあ、張り手で追っかけてくる。ソニックミスを2回ミスって、おお、何回ソニックミスってんだ。フェイントしてんのかもしんないけど、フェイントでレバー前入れちゃいわけね。あの、沖裏剣うち、ハジハジだったよ。さすがにやばい、ハジハジだったよ。あ、でも、さあ、ウネガイル勝利です、ね、通しましたね。さあ、そこに入ってくるのはヒロヤンかな。ヒロヤンですね、まあ、ホーク使いの連中は全員ホーク有利って言い張ってますからね。いや、ホーク有利だと思いますよ。圧倒的に有利なんじゃないですか。あ、死んだ死んだ、ほら、お疲れ。全然有利ですよ、全然有利ですから。どうすか、ダイヤグラム。いや、今開幕ソニック打ってなかったら生きてたじゃん。いや、生きてるだけですよ。それ何、何回やらされるんですか。生きてりゃ勝ちだろう。何回やらされるんですか。あー、危なーい。さあ、サーマーで落として、ヒロヤンの恐ろしさ、この1ラウンドでもう分かりますね。フォーって言ったら死にました。いいですね。さあ、ウネが、おー、珍しく我慢強かったが、バックスバットをやら、危ねえよ、危ねえ。今いい中足やばれた、でかした、かなり遠かったから割り込みましたね。
さあ頑張ってますね。さあ相手はロボットだぞ。さあ開幕やっぱ前に入れて裏剣押してますね。やっぱりそんだけあの前に来られたくないんですよ。あぶねえ、ぶねえ、弱だったら死んでいた。このうわー、あの距離でも吸っちゃうのがヒロボット。あーよく中和して暴れたな。読み合っていくがコンドル入って投げてきました。あ困っている。うわー、おい、あれ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 、めくりはガード。うわー、おーうねー、やべえな今のは。前に歩いて投げましたよ。大キックの戻りに歩いて投げたね。今のはやべえわ。まあ、100% 狙ったわけじゃない。まあ、噛み合っただけなんですけども、にしても、タチキョーキックのスカリに見事に振り込みました、ね、たまたま苦しま、もう行くしかねえ的な感じで歩いたところに大キック出てて、戻りに。まあ、ヒロはもうなんでこいつ歩いてくんだよね。やっぱガードしちゃいましたよね。足払い警戒して。投げかねえみたいな。しかも投げじゃないと死なない体力だった。よく選んだ。まあ、しかも S キャラだったので受け身も取れずだったのでね。いや、はい、今当日組対デレ王国。当日組対デレ王国。いやー、適当ここに極まれるですね。今ちょっとびっくりしました。当日組。やばい。あ、Hey デミアン、Good morning。デレロー側が 2P ですね。あ !4403。今日何ブロック ?C か D? ブロック見たかったっす。1回戦とかね。はい、これが当日予選 B B か。あ、じゃあ僕と一緒か。はい、じゃあ当日組とデレロ王国。 1P 側がジマガイル、マルリュウ、テツバルログ、ジェネ XDJ。対象はデレロー国のデレロー X 流 MOR がいる松木をさがっと永田正月 S フェイロン。永田対ジェレが見られるサブキャラ同士、しかもキャラ差がやばい。さあ 1P 側がガイルということはジマさんか。色変えたんですかね。さあ永田正月がいやー、まあ、やっちゃいましたねー。ちょ、なんだ今の。今の垂直中キックなんだ。先飛びなんないんすか。ちゃんとやればなりますよね。今多分出かけの死んだと思ったんじゃないの。垂直でもぶっかりキックで。勝った気で。さあ、ジマさんはサードのダッドリーのジマさんです。あのジマです。これなんだろうね、あの。うわー、太平君もそうだけど、なんであのタゲーゼやガイル使いたかんのかね。確かに。あ、でもヘブン君は S フォークでしたよ。確かに。モリビーは竜だった。おお、しっかりリフト。あんだけ潜り込めばジャンプキョーパンにも負けないですね。 S フェイロン、ジャンプキョーパンの判定がかなり終わってるぐらい強くて、よくリフトを裏切ってくるんですけども、これ食らうと中足劣化拳しびます。相手は死ぬ。おー、うわ、ジマが頑張っているが火力を押し付けてくる永田正月。ミート確認ができない。うぅ、前そば、あと一発、最後さあねじ込んだ。絶対に裏切らないリフトッパー。島抜きの島さんですね。梅抜きより強いって。
それ1回しか多分、ま、1回しかマイクで言われてないはずなんだけど、よく覚えてるな、コマキリンさん。さあ松木雄さんと先ほど4立てをかっこよくした。今下がって、なぜか下体が打ちちゃいましたね。飛んだの見てから下がって、あー、ザクだったらいつで空中っとなると美味しいですからね。今のはあえて前進するでよかったんじゃないか。さあ、あー、当たらない。前歩き。プロ動画勢、プロ動画勢、細くどっからお金を発生してるの。それは私の動画もか、あの、必ず見てくれてるんですよ。あっ、なんか払うか。プロはやっぱお金が発生して初めてプロだと思うんだけど。いい飛び、おっと、2位は許さんぞ。お金払ってプロじゃやべえだろ。うわー、ああ島が、さあ危なかったね、今2回ちょっとピオーリーチだったけど、そうですね、終わりました。さあ2回に、おお、さあ止めました。ソニックを先に打たれるとああなっちゃうので、そこはやっぱキャラさんになりますね。さあ二立てしていく自慢、 A4 を見てるか、これここで MOR ガイルが出てきますね。ガイル動きません。今度はソニックミスの裏剣ですね。この組み合わせはソニックがどんだけ回転速いかで、かなり確かに MOR 君はね、ソニックのためよりもサマーのためにあの注視してしまうので、そこをこの組み合わせに向いてないですね。そう、ガイルダウンとガイルドキャラにおいてはあまり、おお、さあ、おさあ、デレロー国がちょっと苦しそうな感じになってますね。バルログも残ってんのな。どうしたの、島が三立てにリーチ。このキャラマジで不自由なところが最高に楽しいんですと。ちょっと大足まだ多いね。言っておりました。大足多いですね。吸い足スカル前だったの相当強い。さあ何かを狙ってめくりゃガード。あーっと中足に対して大足まだ食らう。今サマー狙っちゃいましたね。あ、そっか、 100% さすがに今のはサマー間に合わないはず。リフトで勝ち試合だったじゃないか。今この試合落としたら多分あのモア MOR さん殴られてもおかしくない。いや、あるよ。さすがに、さすがに、いやー、でもやはりまぐれが起こりづらいですね。この組み合わせはリードした方が勝つようなことが多い。さあ踏んづけ走って、オートラーゲール、ジマが画面足に追いやって、橋はきついぞ。投げて、受け身は取っている。おっと、サマーからめくりが、めくれない、バックジャンプ。なんか、今時のゲームのプレイヤーっぽい感じで、そうですね。重なってないめくりに対してジャンプへ逃げる。X では考えられない。そうですね、飛びが遅いですからね、このゲーム。さあ、なんだかんだで、ね、ボールは取る。前に行ったところで、蹴っ飛ばされる。モアルが今いじめしてましたね。一応僕メインのゲームなんでと。サブのゲームじゃないんですよというとこ見せましたね。ジマさんもうサードやってないんで、あ、X がメインで。そうなんだ、はい、X メインだ。へぇ、 A4 に習ってます。それ先生悪くない？いやー、 A4 はいい先生っすよ。いやー、あれはいい先生じゃないだろう。あいつスパルタすぎるぞ。あ、まあちょっと試合見ていきましょう。ワンピー側丸流ですね。これはチューブ岐阜でしたっけ。岐阜なのか。さあ投げて少々、ブブブブ、今怪しい連続で早く。さあ竜巻で暴れる、竜巻中央線。あー痛すぎる。おい、シンクリオネじゃないの。わざわざ、まあまあこれも正確ですからね。ダブルサマーをガードできる体力があればこっちでも別に構わないと。さあ飛んで、おーい、もう一度中ガス、大会の中ガスは怖いぞ。ちょ、ガンガン行く、ずるずすぎてる。あらららら、さあねじ込んだジャンプ攻撃、高めからの拒否のしゃがみ中盤に対して生シンク、相当勢いになりましたね。
さあ 1P がデレロー、あ、2P がデレローですかね。竜対竜、先ほどと同様、今度も同キャラ戦。同キャラを後から出してる方は相当苦しいと思っていいですね。うん、チーム的には確かに。さあ、バルちゃん、バルちゃん強くなったな。うん、まあでも昔から動きはいいタイプですよね。うわー、うわーっと、真空が出なかったのか。昇竜ガードの後の真空ってあれ、隠ることあります？隠る隠る隠る、全然剣ですら隠る、剣ですら隠る。ああそうなんですね。さあ昇竜、昇竜空振って、丸のゲージの増え方がおかしい。もうだ、下まって、うおっと、なんいい判断でしたね。当たんない確認だった。あっ、ね、うおっと、さあ暴れる暴れる、うわでかい。あー、さすがに真空溜まってるに浮き上がり、波動拳重ねちゃやばい。あそこは2分1でどうなりますか。あ、え、全弾食らっちゃいます。食らわない、食らわない、食らわない、ガードできる、ガードできるけど数えてなかったですよ、数えてなかったですね。あー危ねっ。さあ丸が火力を押し付けてくる。さあ竜巻からの勝負、危ないなこの竜。常に俺は爆弾を抱えてやってくるなのという。さあどういうプレセール、真空刺して、さあ勝ったのが当日組ですね。では当日組連戦です、連戦です。お、男の会と当日組、当日組連戦です。勝った方連戦です。あの大変さんが、あの、あ、眩しい。はい、え、 1P 側が、 1P 側が当日組、 2P 側が男の会ですね。さあみんなのアイドル、先頭が決まったらもう座って始めちゃって、アイドル大変さんが来ましたよ。みんな拍手した。あのアイドル、あの、ちょっとやめろって本名やめろって、コメントちょっとコメント落ち着けって。いやもうコメントはね10年前からバレてますから。ちょっとちょっとやちょっとちょっとやちょっとやめろってそれ。はい、どうぞ始めてください。これが当日予選のウィナーズ側の決勝です。いいですね、会場入りして1分経たずで本名さらされてるみたいな。さあバルログザンギュ、おっとなんだ、またテスバルログ、セロハンがテスバルログまた先方です。セロハンが回してます、先方ですね。じゃあダヤシ、うまい、うまい、今中盤偉いですね、ジャンプ中盤ちゃんと押しました、ね。あれって足場でテイクされるような、あーと仕込みが安かった、ハイクロだ、飛んでくる、うおー、よく見てる、怖い怖い怖い、歩きすぎだろ。さあ鉄必死で逃げる、相模教パン置き方が素晴らしい。セロファンがものすごいプレッシャーをかけてきますね。セロテープファンだからセロファンです。いや、セロテープのファンではないらしいですよ。で名前がそうじゃないですか。セロファンテープです。セロファンテープやったんですか。裏切り。だって色まで同じなんですよ。おっ、違う。鉄バルログが通常はセロファンはね、あの、セロテープさんみたいな人間性というか、あの立ち回りは憧れらしいです。でも、スト2では、あの、全然ポニーさんらしいです。名前変えた方がいいんじゃないかな。さあ、だポニファンなんじゃないのって言ったら、まあまあ、まあ実際そうですねみたいな。投げ返した、これでかいぞ、危ねえ、今よく、うわー、あー、分からん、テラー出した、ワンピーが盛り上がる。いやー、相当プレッシャーかけてましたけど、さあこれね、勝てればもうとりあえず当日には確定ですからね。確定ですね。この2チームのうちどちらかが
確定と。いやね、事前に予定してたの2チーム、まあこの2チームが硬いんじゃないのっていうのが、両方ともルーザーですからね。ああ、もう落ちましたからね。紫チーム、ヒロヤチーム。誰だよ、このキャラに照らつけたやつ。いや、結構このゲームね、そういうのいっぱいあるからね。天照客もいらねえだろ。テラーと天照、ジャックナイフはちょっと、バッファローヘッドは許して。いや、許さんよ。でもバッファローヘッドはね、X からじゃないからね。S からついちゃってからさ。こいつバク転まであるんですよ。バク転ほんと悪いと思う。さあ、これ DJ はシュウさんか。さあ、ここは勝ちたい DJ ですね。シュウ君多分ね、これはあれだねの、まあ、DJ でやってるけど、で剣でやらせるよって多分内心思いながらね、思ってますね。剣使いですが、 DJ もかなり使える男。対空許しませんよと。ミスった。失敗ですが、中足だけで組み立てていく。鉄バルログどうすんだどうすんだ。これやったことねえぞ、やったことない。なんかこのバイソン細くねえみたいな感じなの地上が通用しないし、耐久も無理だぞ。あー、先飛び失敗。まあ、バルログ先飛びできるんですけど難しいですからね。しかもしてあんまうまみない気がするね。バスでゲージ溜めちゃいけないんですよ。あいつだけだからサードでシコシコ3を1いっぱいやってるユンと同じなんですよ。バク転でゲージ溜まるのマジ意味が分からない。いやね、サードの通常技から打ってゲージ溜まるのが意味分かんないですけどね。いや、こいつだけサードと一緒なのがやばいです。あとブランカもだけど、ブランカはスパコンが弱いから、ね。あ、これワンピーが先ほど活躍した丸流ですね。確かに丸さん先ほど大暴れを見せましたが、DJ 戦はいやね、こう暴れるタイプの竜ね、やっぱね、いつ打ってくるか分かんない新カードはやっぱ DJ とかしたら嫌だと思うよ。うん、嫌ですよね。完全に交通事故じゃん。うん、狙って事故を起こしてくる竜っていうのは飛びログ持ちにとってはかなりプレッシャーですよね。だってなんだろう、この手の竜の新カードはもうドライブレコーダー必須ですからね。後から見直さないで、後からどっちが悪かったんだろう、どっちが悪かったんだろう。保険会社そろそろ X2 を作った方がいいんじゃないかなっていう。さあ、勝利は出さないガーバーでした。とりあえずパラスで4回ガードさせた。あー、対空からの、さあ、ゲージがもうちょっと溜まっちゃいそう。さあ、これはもうちょっと溜まるんですね。ちょっとレック開始。さあ、レック開始。さあ、レック飛び出し事故はあるのか。アクセルとブレーキを踏み間違えてしまうのか。あー、ってくれ。完全に今ちゃんと踏みましたね。そうですね、運転しても大丈夫な人です。あー、 かなりの黄色信号だったが突っ込んできた。危なすぎる。おっと、開幕飛び込みからしかも投げ。今のどこがドラレコかな。結構、まあでもこのドラレコされていても返せないうちはやっぱ強いですからね。おーっと、丸が画面外、バックアップ。今のは偉い。今のはシンク、その垂直ジャンプですが、避けられる読みでしたね。読みですね。読み読みができる。あー、でかい。丸が止める。さあ、剣じゃなくてよかったと煽っていく。スーピー側は歌舞伎くんバイソンをかぶせてくる。バイソンの仕事、第一の仕事はやっぱり流線ですからね。これはマルちゃんはあれだな、ドラレコじゃなくて大島テルだな。もう事故った後、事故物件、事故、金も事故った後です。おお、家賃が安くなってしまう。完全にこれは大島テル待ったなし、待ったなし。よく知ってんな。壁に人が、人の形のシミがあるやつですね。うおーっと、やはり現役で事故らせてくる。うおーっ、歌舞伎くんに何もさせず、さあ、かあと一人、どっちが勝つのか。当日組勢いに乗っている。さあ、かん、鉄バルログと丸流の二人で締めてしまうのか。ジェネ DJ まだ出てないですからね。確かに
ジェネジェイ、ベールを脱がぬまま、あのあれですね、スーパーフェニックスチームの2人目ミステリアスパート、はい、さあピヨって腕ガイルが3段決めてソニックに竜巻、あるあるある、余裕で埋めていく、あーもうゲージが溜まってあるよ、今ダイヤシバラ押したそこに止まなくていいところ飛んでさ、死んだ死んだ、あ逃したが、逃した魚は人魚やでと今の体力だと、あの空中の空中ヒットの真空でも死んだんで、ただのミスですね。竜巻事故らせに行くムーブ、どんだけ、おーまずいぞ、さあしゃがんでよけた、いやー怖いぞ、でまたゲージ溜まるんですよこれ、どの距離か竜巻ですか。いやしかしこれはウネがノーミスだったら、さあ投げに行った、うわーソニックガードになったか、なんとか止めたが相当事故らせましたからね、ここまであの交番の前の信号を今ね、赤信号で通る感じで、サーバーダブルサーバーガードした後に大ボスからのコンボのつもりはガードされちゃった、あーどうしようで、ごまかして投げに行ったところをちゃんと投げ返したウネ君が偉いなと思いましたね、確かに、おっそばキャンサーバーで島が入れたい、ウネ入る、完全に1点読み、前そばからキャンソー、外した瞬間その試合を決まりなのによく選びましたね、あ、まあ、無敵さんも当てますからね、でも1ランド目でやるの偉いですね、さあガイル確か両目ですね、リードしているのはウネガイル、ワンピー側はこれ副賞ですね、あーっと通ってしまう、ジャンプ中キックシャムチキック落ちなかった、さあ立ち回り自体を勝っていっただけにウネガイルかなり悔しいでしょう、確かに今のもったいなかったですね、しかも今の中足で言うしたら今のもサマー間に合ったんじゃないのかな、あーサマーそうですね、ちょっとガイルのジャンプは踏まれて、これがいいのみたいな感じ、遅らせ飛びに対してはサマが止まってしまいますが、毎回ちゃんと止めるの難しいですよ、おお絶対に裏切らない、 1P 側の茶色い方がジマガイル、 2P 側の白い方がウネガイルです、いい勝負している、最初ウネガイルに対してジマガイルが戦えるのか、ソニックの打ち合いどっちが仕掛ける、ジマが前に行く、今2回転目が勝手に対空になりそうだったけどおっとめぐりがヒット、これで大将対決にもつれ込む、さあ引っ張りましたね、当日予選ウィナーズで勝ち抜けるのはさチュンリーじゃないですよ、チュンリーじゃないですよ、キャラクターが違いますよ、さあ今日は強制的にサブキャラ、ジェネ DJさあ使ってんの見たことあります、 なんでこの人飛び道具ってんですか、おかしくないですか、いやまあ DJ はさすがに、 DJ はさすがに、チュンリーもさすがにではないですか、さあおっと、わあ、わあ、出すのアントビだったじゃん今、アントビでしたね、出しちゃやべえだろそうこれ彼はねこれがあるんだよね、全く出す必要の、むしろ出しちゃダメなサマーを出す男、そう、あでも DJ は対空でガードの後すら入んないんじゃないですか、こけなければ別にいいと思いますよ、おおおお3段胸がいい、3段を当てて状況がいい、画面端、さあうまい、体力ほぼ五分、ガイル若干有利、若干有利、今ソニックがちゃったので完全に有利ですね、対空中足バックサバット、アイチオッケー、ジェネ DJ どうする、打ち慣れてないですからね、ためが遅いのはしょうがないですね、うわーっと、ウネが締める、さあウィナーズ抜けたのは、いやウネガイルが頑張りましたね、はい、男の会がウィナーズ勝ち抜け、
まだ当日予選で先に、当日予選2組のうちのどちらかに入るのを選ぶことができます。これ後で選びますので、これハク君はまだ来てないのかね。それでは当日予選のルーザーズを始めていきましょう。おからかい上手対デレロー会、デレロー国、デレロー国、国に格上げになってるのね。からかい上手はハク君は来たのかな。今ちょっと僕察知したんだけど、ハク君の気を感じないですね。いやマジそんな能力あんのかよ。ちょっとスカウターにも反応なしですね。まだスカウターに頼ってんの。残念ね。数字で見れるんだよあれ。まあそこね、あれな、ね、差だね。僕と二階天君の2時前に来ます、ね、2時前って遅い。2時前に来ます。ここ今命運が尽きるかもしれない。さあ、したらじゃあデレロー国、決めれないよ、くじ引き、そう、先に引く字を引く権利が得ない。ウィナースなのに。さあ準備ができたのかな。さあ大平さんがエゴサーチ始めましたね。もうえ大平さんあれ違いましたか。違いましたね。ニュートンのパソコンでそんなことを大会中に。違う違う、今コメントを今ガーッと見ます。まあ他にも名前出てないかな的な感じの。いやー出てなかったな、残念ながら。出てなかったです。はい、オッケー、どうぞ始めてください。大丈夫です。はい、当日予選のルーザーズを始めていきましょう。ここで死んだら終わりです。 1P がおっぽうに座っている。 2P 側は松木岡ですね。調子のいいスタート。残念ながら俺以外には出していない。煽られてますね。おまけみんさん、あのさあポニーの読み合い力全部が通る。全部通ったね、全部通ったね。あん飛び込みからガード、端っこまでいったらノーミスでしたね今。2分の1なのに2分の1に思えない。これがスワモンザンギアパカで。もう打ったな、アパカ。この体力差はかなりでかいぞ。おっとさ、まだ出すかね。まあそうですね、あのこの体力差あれば別にさすがにいいでしょう。あそこで残儀が取れる選択肢は本当にわざわざ出さずに下がりダブラリとかしかないので。おお出ますね。上は絶対に落とす。さあ今度も飛んでくるんじゃないかというしゃがみショーキックの見るムーブがありましたが、地上に切り替えたポニー、画面端、おっと投げ返した。おいや今よく飛んだね、アッパカ出したね、今偉いね、とても偉い。さあポニーがズンズン来るが、この体力が無理、体力がなかった。読み合い道紫どっちを出す。ここはサガットなら紫じゃないか。竜は温存のがそうかもしんない。あ、そうですね、紫先に行きました。さあ先ほどちょっとチーム的にあの速報がありまして、ハックンは14時までに行きますと、14時までに行きますという報告があったそうです。来た時には終わってるんじゃないか。さあ投げて、この試合負けたら終わりですからね。 1P が今のところ3人チームで進んでおります。さあこれはパス時2回死んだ。紫はこの間ややとやったんじゃなかったっけ。はい、強かったらしいですね。見てないんだけど、もう見てなかったっす。最近動画を見るときはポケモンばっかりで。え、新作出たじゃない。前の試合見てみましょう。おー、坂本も知ってるね。あれで両対応なんですか。
多分裏回りには弱いんじゃないか。今裏でしょ。アッパーカットが違う。おおっと、ミスった。投げ受け身がない。うわ、さあ紫の冷徹な当たりをやるからの今のはやるな。登り蹴りで相打ちでもいい的な感じでしたね。そうですね、あれどっかの大会で見ましたよね、決勝戦で。やるな今の登り蹴り。 KKY さんが優勝した。あれは紫が優勝したんですよ。あ、そうそうそう。あの時はあの優勝チームにいたあの大会で見ましたね。あの時は 3on3 じゃないですからね。紫となんかおまけ2人みたいな。あ、出てくるのは 2P 側が永田正月。正月、正月永田、正月永田。投げて、レックがないので相当ベガとしては楽ですよね。確かに上からかぶせられがないから、ね、ほぼないですからね。冷静乗っかって、ね、あのジャンプショーパンチベガ返すのきついんだよね。直で返すことも難しいですね。間合いさえ合ってればあの遠距離大パンチのアッパーで落とせるんだけど、それ以外は落とせる技が近いともう落とす技はないです。なるほど。コエモンがあの困ったらそれ飛べって言ってました。コエモンはねそういうところやっぱり使いこなせますね。タッチ強キックで差し合いをやってることを言う。タッチ強キックがですね、いろんな突進技にも相性がいいって、タッチキックにも相性が取れるというかなり有効な技。あっと、これ投げ前外になる。フェイロンの投げ前の狭さがあらとなる。しっかりよく待ってましたね。さあ中キックとしゃがみパンチなんかだね、相打ちになって。さあ、MOR がいるとデレロを残し MOR が先に出てくる。今ね、紫はね、あいつはギリ熱いんで、はい、ここでもし負けてしまったらハックンが必要以上に責任を感じてしまうんじゃないかというのがあるので、ギリ人情多分すごい頑張ってると思いますよ。そうなんだ。いや、他ギリがないのはハックンの方なのでは。まあまあまあでもまあ必要ほど、一応若いしさ、若いし、若い子にそういうような感じさせないように。他ね、ピンクのやつとあそこにいるザンギはその手のないので。さあ MOR、 X はクソゲーだと。いや今の、ああ死なないだよね。バックジャンプあそこ2択で、あっうわー突っ込んでくる。スカイダイブはぶっ込みましたね。仕事とかなら仕方が、多分寝坊です。仕事じゃないですね。あー最高の使い方がうまい。そして目の前に行って中足からの前で足払いを制限していく。さあゲージが溜まってる状況。 MOR さっきのぐちゃぐちゃムーブをもう一回できれば。投げて今度下がる、やる、あ、よし、うまい、今のうまい、今の2段ジャンプうまいね。うおー忘れた頃にソニック様、忘れた頃にです。さあ角対夕べが思い出すソニック様。投げて様で割って打ち切っていく。この思い切りの良さもやっぱ重要です。うおーかっこいい。あれなぁ、あの技超かっこいい。うーわやばいよ、投げて、投げる、さあまた始まるのか、投げて、おーバラシのライサマー冷静ダブルMOR やりたいこと全部やって勝利。さあ対象扱いの読み合いの白は間に合わないのか。このチーム落ちてしまうのか。いやー今紫死ぬほど悔しいだろうな。悔しいですね今のは。まあまあ近距離に行ったら反応ができないことをやり続ける。すごい試合だった。読み合いを、しかし 2P 側もまだもう2人しかいないですからね。 MOR とデレロー流残し、
さあ、痛い痛い痛い吹っ切れているこの男さあ、安いなまあ、はすがあれピヨッと相手に飛び込み追われさせる男ですね。ゲージ持ってて飛び込み1なんですからね。うわっと竜巻からのめくり竜巻見えない表だ。おい飛び込み2段に解明しろ。あー殴られましたね。さあワンピーが読み合いどう。まあこれ緊張が走る瞬間ですからね。負けたら終わりのプレッシャーを背負って関西から来ております。おー、大差し開始 MOR、 これは乗っている証拠か。どうする画面は真空中5数、ここはまあしょうがない。だが状況がやる、今のは冷静でしたね。中盤戦まあ波動で死んだから良かったですね。ファイヤー波動だとなおベターでしたね。そうですね。さあヨミちゃん大将戦ですね。皆さん皆さん忘れちゃいけないですよ、ヨミちゃん一応エクサ優勝してますから。相当強かったっすよね。今日はカズキジを置いてきましたね。おーっとー優しい飛び込みゼロゼロ弾飛び込みゼロ飛び込みゼロ弾はやばい。超えた下に超えちゃやばい。さあカラザン記録とは破るためにあるんですよ第4位方が低い方が勝ちですかこれ。自らの記録をさらに狭めましたね。おー飛び込み一段返し。いや一個階段登った。ゼロから1になった大きな進歩です。これデレローですよみんなそうだ。お互い様なのか。いやこれ相当緊張してますね。しょうがないけどねやっぱりバナはすごいって。なぜこんなところで褒められてるのか考えないですけど、バナは別にすごくないです。さあっと読み合いのが画面端に追い詰めた。デレロキスイ状況。おっとーさあ一人でできるもんと。うぅ怖かったー。さあ怖かったけど勝ったのはなんとか命つなぎました。これハフ君まだ間に合う可能性がある。いやーこれあれだ、読みがもし死んでたこれ紫もう勝手に多分勝手になんか自己嫌悪落ちるところでしたね。危なかったです。まあ責任感の塊のような、いやーヨミちゃんすごいね。やるね世界記録世界記録更新。開幕波動飛んでゼロ弾これを塗り替えられる日は来るんでしょうか。そう投げにすらならず中足が外す次30対27ということは玉なし対 3DS 玉なし対 3DS じゃんけんは済んでる。いやーびっくりしましたね。まあしばらく打ち破れない記録が出ましたね。いやなかなかだと思いますよこれは。さあこれは玉なしがさっきのヒロヤンを擁するチームかな。そうですね、アベビンヒロヤンチームですね。玉なしが 2B。 さあこれね、ヒロヤン、アベビンか紫かどっちかが落ちてしまうっていうのは恐ろしいですね。そうですね。いやまあ緊張ってこういうもんなんですよ。でもそれでも闘志バチバチでやってくるので大会って面白いですね。ガムラーさんなんて書いてるんですかこれ。予選終わったら、はい始めてください。予選終わったら予選に上がったチームを英語で書いてくれ的な感じだね。ああなるほど。あ書いてくれるなのかな。ああそうだ、ポスターだ。ちゃんと打ってくれるってことだね多分ね。視聴してる方も多分海外のあれが多いから。あ、ありがとう。これ当日予選を画像とかで乗っけらんないの。あ、後で乗っけれんじゃないトーナメント表ペロって、まあ、そこのカメラのところに置けばいいですか。あ、そう、始まってました、失礼しました。さあジャックね、この 1P 側がほぼ山本 DJ、 2P 側がおちゃる丸ですね。
ジャロップ、おう、ああ、ジャロップか、ありがとう。あ、ジャロップなのね、ありがとう。メリークリスマス。あー、おちゃる丸がさすがにメインキャラだけあって、メリークリスマスはちょっと通り過ぎたな。オーストラリアに帰っちゃったんですよね、彼は。で、帰った当日ぐらいに、オーストラリアで40度ぐらいの熱が出てたという、熱が出てたというか、気温が、すごいですよ。体おかしくなりますね。おっと、じゃないんだ。うわー、重ねマシンガンの1,2段ガードして最後集団を食らう。おちゃる丸とほぼ山本、これは完全身内対決。どうする、あー、飛びがとおるガードになるが、山本強引に殺される。強引なドリブル見せましたね、前。強引なドリブル、ガッツなしでやりますかね。さあ、ワンピーガーへ悩んでいる。残ってんのが S キャラ3体ですからね。まあ出すなら普通は S 剣じゃないかなと思いますが、 S 剣、 S 竜、 S バイソンだったら S 剣かな。あ、暑いんだ、あっち。暑いらしいですよ、記録的な高熱警報みたいな。さあ、ギオ S 剣、このチームのチームリーダーでしょう。大山ニュートンをねじろにしているプレーですね。大山ニュートンの対戦会のなんか対戦会部長みたいな扱いらしいです。メインキャラは豪気と言い張ってますね。そんなやつがいるのか。いるんですよ。まあ、あの X のイベントではしょうがなく竜を使ってるんですが、最近はなんか S 剣とかも使うようになりましたね。まあ、S 剣はまあ、残空持ってないゴキみたいなもんだから。確かにちょっと竜巻はいかなくて、まあ、おちゃる丸がなんか一臭いバルブをやってますね。さっきから人間の匂いがする。あー、欲張った。最大まである。大変ですね。うわ、どうすんの、うおー、早い、あいえ。見習いが出る。さあ、見習いエスリュー VS イベントでおなじみですが、この方はあんまり外に出ない。テラミスった、届かないかもしれないですね、今のは。大キック空振ったよ。大キック空振った。いや、出ても届かないかもしれないなっていう。わー、どうすんだこれ。さあ、めくり、生き生きと傘でかぶさってくる。いつまで見習いなのか、見習いの次の段階は何なのか。見習いの次は見習いダッシュですよ。あ、そうなんですか。そう、見習いから解放されるのはいつになるんですか、そうすると。一応、4年後ぐらいじゃないでしょうか。03が出るから、サードが最後か。ダッシュから、ターボになって。スーパー見習い。もう、すでにスーパーじゃないですか、俺。え？おー、当たらない。あれ、言うのいいところですね。飛び込みゼロ弾。ゼロ弾。飛び込みゼロ弾。で、逆に食らっちゃうみたいな。いや、ファイティングオルダーさ、やばい。やばい、出てないからね。出てないゲームなので、それこそゼロ弾ですね。うおっと、見習いラビットとかあったらまだ家庭用では出た。家庭用では出た。ラビットはあれですよ、僕アーケードでやりましたよ。僕もやりましたよ、あの店で。結局出なかった。お、なるほど、よくです。さあ、出てきたロボット、ヒロボットです。ヒロヤンロボット、開幕大打算引っ張らされました。あぶねえ。
今いきなり死にかけましたね。あー死んだ。あーあーあーあああなんだやべえ今のは。ゼロスリーだとよくある光景ですね。さあどこ蹴り、ひどいが勝つそうだ。あー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 出ない。いや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 、見習いみたいなプレイだと、あの誤作動を起こしてますね、ヒロヤンも。さあ2000年問題か。フォークの怖いところは大きい攻めがずっとループするところ。勝利だね、たまたま勝利。どうする、見習いがーっと繋がるの。あった相模ぐらいでしたからね。あ、S だから繋がるのもある。確かに一筆長いわ。稼働が早いからね。さあ今度は勝利出ないだろうみたいな。いや、暗い時間も長いんじゃないですか。暗い時間はあれで、あのハイパーつ、あの X と S は同じになってるよ。え、そうですか。ハイパーで変えられたんじゃなかったっけ。あの、なんだっけ、上りショーパン立つ時入りますよね。スタガットに入んないよ。スタガット入んないよ、入んないよ。ハイパーだけだよ。ハイパーのしかもあの無修正 S だけだよ。バイソンにも。そうか、うん、あれスーパーの基盤だったからで書いてあるのか。だからこのゲームの S キャラは S キャラじゃないんだよ。あー微妙に違うんですね。 XS は S とは違うと。さあ危ない試合をやってましたが、さあ大将引っ張り出されました。カンパ溜めすぎ。さあ溜めすぎ、うわー終わりです。あお、先ほど見た相模ジャパン連打、まあ、上から詐欺飛びができないと死ぬんですよ勇気が必要。あれおーお、ヒロヤン、あれヒロヤンがらしくない。さっきの見習い戦でおい、ヒロヤン今完全にカーロスリベラですね。最後もう壊されてましたね。そうですねなんか熱暴走を起こしてる感じですよ、うん、いやまあ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 、あー届いた。あー、 S フォーク、 S フォークだから届く。ああああああ強引なんだかんだ言ってさ、最終的に回しましたね。さあねじ込みましたね。さあヒロヤンチームそのまま勝ち抜けで連戦です。さあ紫のところかな。はい、からかい上手と連戦です。さあどっちかが、ま、落ちますよ。 まだ3、まだ3人しかいない。まだ3人でもギリ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 引っ張れば。阿部ビンヒロヤンこっち来て、阿部ビンヒロヤンチームこっち来て、じゃんけん。玉なしチームとからかい上手チーム、玉なしチームがワンピー側になりました。玉なしチームがワンピー側です。玉なしチームがワンピー側です。さあ命燃え尽きようとしてますが、まだなんとか残ってますね、からかい上手これ本当にハックン来るまで持ちそうじゃないですか。まあ頑張ってほしいね。2109はやばくね相当未来だけど、よく気づきましたね、うん、90年後ですよそれ。え、どっかにそう書いてあったりする。ここだ。あ、大変や。おい、一番上フォックス2109だ。90年後になってる。2109年はやばい。今気づいたけど未来です。フォックス2019ですね。あ、どうぞやっていいですよ大丈夫、2つついてるから1個なくなっても大丈夫。よく気づいたな。しかしはい、直った、失礼しました。2019です。髪が悪い、確かに髪が悪い。ワンピー側がバルログにキャンセルが合ってるということはおちゃる丸ですね。ツーピー側は
まだ残儀か。読み合い動画行く。え、これアベベンホンダにさっき落とされたから先に使っちゃうってやつですか。なんだって。今聞いてなかった、ごめん。アベビンホンダにさっき直接対決で負けてるんですよね、読み合い動画、この後残ってるんだけど竜をそこにまで取っておかなくていいのかなっていう。確かに思ったんですよ。忘れたんじゃない。あーやべ、いたわみたいな。うぅ、おぉ、はいえ、おい、お電話。さすがになんとか、なんとか勝ちましたね。今、ヨミちゃんのあれじゃ近づいて感じましたね。なめんなと。なめんな。大勝利。読み合いのは魔王界ですからね。バルログに負けたら説教始まりますよ。いや、多分もうすでに説教案件は何件か。おぉ、ハイクロはガードしたが、おっと、早すぎる、早すぎて制御ができていない。さあ、殺しましたね。ナイスバックジャンプキック。ここはヒロヤンが座った。まあ紫に、クロッチのブランカ、もしくはポニーさんにもいけるのか。残せるのはでかいですね。うおー、なんだ、おい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 。ロボットでした。完全に誤作動さえ起こさなければこんなもんよと。あ、死んだ。これやばい、めくりボディ。あー、コンボミス。ヒロヤン、あ、さすがに残儀ステージはたまにミスりますね。怖い。お、さあ勝負の前ジャンプ竜巻だが、おお、トマホーク打っていく。めくったとき見えない、見えない、全く見えないが、早すぎた。竜巻が出なかったか。試合が超早い。ここでポニーが座る。ハク君がいればこんなことしなくてよかったのに。さあこの2チームどっちが勝ってもおかしくないが、どっちかが落ちます。さあポニー村ザンギ、まず回したのはヒロヤン。ヒロヤンあんまやってないように皆さん見えるでしょうけども、実はバーサスの、さあ、違う、土曜日しょっちゅうやっております。いやー、ポニーが、おっと、ここはダブラリでスクール減らねえな、スクール減らねえな。台風が減りすぎなんだよ。そうですね。あー、ピオレオ、ピオララい、運がいい。ヒロヤン運まで味方につけていく。コンドルダイブ、これでリーチ。いや今ピオンなかった後にね、どこどこ歩いてて上り中キックで中断狙ったポニーも偉かったんですけど ね、 そうですね、当たんなかったね。当たったね。いや、頭突きでピオらなかったとき、残り一発でピオるかどうかもちょっと怪しいんですけどね。まあね。さあ紫ベガ、これが大将になるのか。どっちかが死にます。どっちかが当日予選で落ちることになります。やべえ、ピオヤンがまず乗っかった。やーっと、ノーミスだったらこうなる。さあ歩いて間に合う、やばいよな。ダイヤシー、あ、でも今ジャンプ強パンスタートだったから距離も良かったっすね。あっと痛い。これピオリーチ、紫がシャカシャカしていくが、ヒロヤンはコースタンタンと一発を狙っていく。おーっと、これバックジャンプが逃げられる。対空ミス。うわー、死んだ、らない、死んだ、死んだか。大変、勝ったのはヒロヤン。玉なしチーム勝利。ハク、ハク、まだか、いませんね。というわけで3対1で
玉梨チーム勝利。シックさあということで、じゃあ一応ね、1位抜け2位抜けを決めてもらえればと思いますので、27対28ということは当日組ですかね。あれ、はい、さっき男の会じゃなかったっけ、男の会が勝ったんですよ。2抜き決めます。あ、ここでか。あ、そっか、うん、まだ残っておりますね。玉梨と当日組ですね。玉梨対当日組、ここで完全に抜けが確定すると。当日予選最後の試合になります。これはあの3人には焼肉を怒らないといけないんじゃないか、ハク君。二度と姿を現さないまである。いやいや、むしろここで来て、おい、なんだ俺のぐらいのうちに負けてんじゃねえよぐらいのこと言って、あ、説教してほしい。逆説教。俺が来る前に負けてんじゃねえよと。確かに。それはかなりやべえな。おい、あったまってんのか、ばばあつって。終わったわ。ご苦労つって。いつもボンクラだな。そうそうそう。おい、なんで場が温まってね、冷え冷えじゃねえかよみたいな。こいつもボンクラだな、やばい。そんぐらいのあれが欲しいとこですね。逆にここに来て、ほんとごめんなさいとか、そういうのいらないと思うんで。開き直り、どのレベル、玉梨がワンピ。どのレベルでの開き直りを見せてくれるか。二度と顔は出さないもんは全然ありますね。いやいやいや、それぐらいで出さくなっちゃやべえだろ。さあ、当日予選、最後の試合、じゃんけんで 1P、2P が決まっております。はい、始めてください。大画面があるので邪魔にならないような位置で皆さんギャラリーお願いしますね。さあ、黒と地場さんかな。うーわ、噛んでいく。お腹が減っている。こうなったら行くんだ。いやー、今噛みつきをかなりの速度で跳ねのけたじゃないですか。あそこは絶対サマー止まってないポイントなんで、思いっきり前飛び行きましたね。うーわー、長い時はサマー止まってるっていう判断でおそらくやってますね。さあ、大悔し食らったが、俺のスタートどうせ飛んでくって思ってねえだろみたいな。人対人をやってる感じですね。そうですね、まだね、そういう部分、例えばですよね、ジェネティさんしかり、ツノーさんしかり、ポニーもそうだし、どうせ飛ぶと思ってねえだろみたいな。それね、高く来るっていうのは非常に大事ですよ。まあ、それ通ったら、まず気持ちいいですからね。しかも案の定通っちゃって、一回見ちゃったから、あーみたいな感じなので。まあ、それによって相手がしこってっていう、ね。そうですね、それもあります。ちょっと固まっちゃいましたからね、動きが。これは、ジェネティ？これは、ジェネ DJ。ジェネジェ。ジェネ J が、これも古くからのプレイヤー同士ですからね。うわ、おお、全然繋がってないですよ。飛び込みから繋がってなかったね。1,2,3,4 は繋がったけど、小小小のエアスラーは繋がってない。おい、エアスラー500点でしたっけ最後。エアスラーもしかして削りで死んだのか、繋がってない、うん、おお、なんだなんだなんだ、うーわー、おーっと、ジェネティがあとは守るだけ。前に飛ぶ、ズズチキン二度と削るのがいいですよ。死んだか、あのソバット二度とはしょうがないソバットですからね。やっぱり今のうまかった。どうするどうする、わー、いく、クロッチ通していく。大会でも動き変わらないですね、この人。
高めで潰して大ヤシまでガードさせる。 DJ なんか絶対噛みたいプレー相手だと思うんですけど、大ヤシ打ちましたね。さあ暴れた、とめくりを相打ち、投げ返す、投げ返す、高めくらい投げ、あそこでよく選びますね。今度は通さないがガードになる。コレクティきついぞ。あーやった、早い、クロッチ頑張ったがここで止まる。お茶る丸、阿部ビン、ヒロヤン、お茶る丸、バルログ、阿部ビン、ホンダ、ヒロヤン、エースホーク、誰が行くんだ。何を持って引退って取るかは分かんないけど、今現状はやってないみたいですね。はい、だね、格ゲープレイヤーの引退とかも基本的にオレオレ詐欺より分かりやすい詐欺なんで、もういなくなる人は何も言わずにいなくなるだけですよ。さあおちゃる丸が立ってくる。バルロンを DJ に対して使う、あ、まあホンダと S ホークですからね、バルロンが一番マシなんでしょう。今日は引退ってやめる。今日はね、日付限定なの、明日復帰。おっとジャック落ちる、中盤がヒット、これはガチャってしまった。あそこで食らうってことはジャンプでも入れたのかな。投げ返ししようとして振り返れなくて逆に通常技が出たところ裏から投げるわけじゃないか、よくあるじゃないか、それありそうですね。ガードポーズ取っちゃってそのまま通常技を外すとさ、振り返れないこと多いじゃん。うんうん、さあ21世紀の素数が始まっている。投げる、スライディング、コイクシー、どうする、 DJ に勝たせるとめんどくさいぞ。あー落ちる、傘出さなければ使ってましたね。なんとアベビンが座る、意味わからないです。まあ今に始まるとこじゃないですよ。アベビン最速で準備してましたからね、これ。さあ、ホンダ対 DJ、 ものすごいホンダ側が苦しい組み合わせですが、アベビン何か得意としている、一個一個が的確だ。対するジェネはいつも使ってもいない DJ で今日は出陣なので、ここは穴があると見ての出陣なのか。圧倒的リードのアベビン、最後はドンピシャで飛んでいく、飛ぶんだ。さあしゃがみジャックさん強いけどの、まああんまりダメージになってないですね。まあそれホンダからしたら別に痛くも早くもないと。俺の一発は太いぜ。フォックスっていうルール上ね、しょうがないんですよ、チンに使えないんですよ。旧キャラ2体、新キャラ1体の視点の1体ということで、ジェネティさんは当日の圧戦で何でもいいよっていうあれだったので、まあ新キャラって言い方あれなんですけどね。え、新キャラじゃないの、新キャラってそれこそ25年以上前に新キャラなんですか。それでも新キャラ25年ぐらい前、最近だよ。最近か、最近だよ。そうか、待って、今ですら2回転3とか3付けされることが多い2回転さんも僕らからしたらいつまでやっても二十歳そこそこの子供ですからね。さすがにみんな年は取るんで、自分の年考えてください。え、ああ、やばい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 、アメビンがもしのしくる。さあ100レスが相変わらず出ないね、この人は。さあ丸流ですね。そう、 DJ のスライディングはね、意外とね、投げられ判定が割と大きくなってるのか、結構ね、はい、投げられること多いですね、出てるのに。うわー、さあ手を出して、ピオリコンボ3段で、あとは削るだけ。こっから死んだら熱いよ。アベビンならあるよ、読みならある。
読みも、ありませんでした。冷静。さっきの飛び込みゼロ弾とは違いますね。うわ、ズスピット、空中ヒットはでかいぞ。めくって、おお、竜巻、よく出した。あ、その読みじゃなくて、ま、あれか、丸ちゃんか、これ。ごめん、失礼。丸流です。うまーい。お前は画面端に居続けろと。いうごっつぁんチョップ。おお、おお、ねねねね。さあ、大会のバチバチのプレッシャー。飛びがうまい。そこまで飛んでなかったのに。アベビングホンダが丸流に対して伸び伸びやってくる。波動打った時だけ飛んでいる。不思議すぎる飛び。ビビりすぎて波動もっと打っちゃいいんだって。今の20倍波動圏だろ。20倍、そんなに打っていいんですか。打っていい。ど、結局ここで飛ぶしかねえんだから。まあそうですよね。さあ丸龍がやっと画面を、あらしたが真空打たされた。鬼無双がチャージ完了。これは波動拳をほぼ打てない状況。うおお、うそ、中ゴス。やっぱ自己ラスに来てますね。行くしかねえからな。にしてもまあよう、ようやったな今ね。中五歳今頑張った。大一前でしたからね。鬼、大一でも鬼もそうでもどっちでも死んだんで。さあこれは大将かな？ヒロヤン。あれ大将じゃない？大将か。大将ですね。ヒロヤン S ホークに託された。わあ、勝利だ。これが座れた。カプコンに今すぐ電話を。電話だー。さあ完全に電話です。その後110番もした方がいい。やべえだろ、昇竜拳を出したら死んだでござる。さあヒロヤンが見せていく。マルコのダメージ、おお、立ち直っている。それどころか、俺の方が事故らせるんだぜと生き生きやってくる。さあ痛みを感じない。今の回し蹴り偉い。偉いですね。あれだったら確かに愛知以上にはなりますね。今の回し蹴りは偉いな。前を完全に見ていた。おっと、どうした。お疲れ、お疲れ様でした。もしもし、ピーポーピーポー、あーっと逃した。さあテンパっている。わあ、ヒロヤン終わってみればパーフェクト。さあ座ったのが、さあヒロヤンさすがにコメント稼いできますね。大将対決、当日予選勝ち上がりはどっちだ。大将はテスバログ。Sホーク対、今すげえな、立ち台キック先出しだったの。あ、先出し、先般が現れましたよ。ハクさん、ハクさん、お疲れ様です。てっきり二度と姿を現さないという選択肢はこれなくなりました。来ました。選択がありましたけど来ましたね。さあ鉄丸ログが遠距離戦を徹底。危ない。うわ、前ジャンプ気狂ってる。あるのか。余計なことやった。やった、今余計なことやった。ミスらない。今前歩かなくてよかったな。余計なことやったな。焼肉屋、焼肉屋、ちょっと待ってくださいね。あー、まあさ、いや、あのハックンがチームメイトにおごるって話ですね。サンキュー。安くねえよ別に。終わった。うまいけど。うわー、お疲れ。ヒロヤン、あー、何も起こらず。結局勝ち抜けはアビミン、ヒロヤン、クロッチ、オチャールマルですね。の、これ名前は当日組、玉梨か、失礼。玉梨ですね。玉梨が勝ち上げ取れました。で、この後、くじを引いた後に、一回配信ストップして、そうです。決勝戦は、
別の放送で、まあ、同じチャンネルで別の放送で切り替えますので、お待ちください。URL は変わらないです。はい。はい。これで、当日予選。当日、やなくていいや。当日予選。時間が。で、くじですよね。くじを、くじ引いて選べるわけじゃないですよ。くじ、なんだこれ。これ B と D でしょ。まあ、黒と赤。先に引ける。あ、別に どっちでもいいよ。選ばせる？そしたら。選ばせますか？そしたらじゃあもう一回だって、ルーザーズとウィナーズやってリセットするかわかんないからやんなきゃいけないよ。いや、もう決まってんじゃないですか。白黒ついてますよ。あ、直接ね。うん。あ、でも、本来のダブルイニムやったらやんなきゃいけないじゃん。あ、まあそうですね。まあ、くじで、うん。くじさっき言ってましたもんね。もう説明しちゃってるからいいっすよ。はい、それでは、これからくじを引いてもらって、当日枠の B ブロックと D ブロック、どちらに入るかを選んでいただきます。1、2、1と2が。選べませんよ。くじ引いた方に勝手にはまります。くじ引いた方に勝手にはまります。B ブロックが1、あ、もう片方、玉梨チームこっち来て、玉梨チーム。すいません、玉梨チームこっちに来てください。要するに2位抜けの玉抜けチームは自分の意思でくじを引けないので、結局余りもんなので、どっちに入るかは分かんない。まあだから結局運がいい方に行くか運が悪い方に行くかも、結局男の会に委ねられてしまうと。くじ引く権利なく B か D に行きます。ちなみに男の会も B か D どっちに行くかは分かってないです。くじを引いて1番のくじを引いたら B ブロック、2番のブロ、カードを引いたら D ブロックに男の会が行き、それの逆ですね。玉梨はそれの逆に行きます。玉梨はくじ引かず、もう多分これくじ引くのはうねくんでしょうね。うねくんにお願いするしかないんです。逆を引けと。うねくんにそっち、良くない方を引きなさいと。さあ、どっち？さあ、めくった2番 D ブロック南極2号に男の会ということで、玉梨はジャイニーさん初級者部屋。さあ、男の会ここで運がなくなった。最後の最後で運をなくした玉梨ラッキー。玉梨ラッキー。はい、それでは一旦配信ストップで小休憩を挟みまして決勝大会に進みたいと思います。配信は予定通り2時よ配信スタート。あと8分ぐらいしかないけど、あー10分もらおうか。2時10分にしましょう。2時10分で開始しますので、それまで一旦配信止めます。20分になったらまたお会いしましょう。ということで、当日予選抜けたのは、1位抜けなのに D ブロック、男の会、2位抜け、玉梨、2位抜けなのに B ブロック、やったというところで、本戦、26チームトーナメント、頑張っていきましょう。とりあえず、ルーザーズもある関係上、A ブロックは A ブロック、で、1位抜け、2位抜け、で、終わらせていくの、D ブロックはしばらく出番ありません。A が、もう、全試合終わらして B も全試合終わらしてという順番になってきますので、 D ブロックはしばらく出番がないので、当日枠抜けた男の会ですねは、まあ、軽く祝勝会予選抜けおめえみたいな感じで食事に行ってもいいんじゃないでしょうかね。な感じで各々時間をうまいこと潰してくださいということで、一旦配信は止めます。じゃあ後ほどよろしくお願いします。さよなら。